いよ。本物か。うろたえるな、バカどもが。あったりだ。よく考える。撃墜王は300年も前の英雄だぞ。人間がそんなに生きていられるわけないだろうが。いや、でも、そうだ、総長の言う通りだ。生きてるわけがない。ふざけやがって。叩きのめしてやる。ひなちゃん、目つぶって。え？いいから。何が起きた？どこだ？何をした？そう！なんだ！やつはどこへ行った？どこだ！卑怯者め、出てこい！総長！貴様！どうした？僕はただ、歩いただけなのに。返してもらおう。彼女から奪ったカウントを。彼女は母親を信じて歩いた5年間を。なんじゃありゃ。暴れてるんですよ、伝説の撃墜王が。貴様、よくもこの私に。殺すだけでは生ぬるい。細切れに切り刻んでくれる。おのれ、なぜだ。私は選ばれし男。我が剣を避けることなどあるはずがない。ありえん。我が剣はこのイリニス最速だ。遅い。見切られている。身の丈ほどもある大太刀を振るい、左手にマイナス999ものカウントを持つ伝説の撃墜王。その脚力は人知を超え、誰の目にも止まらぬ動きで敵を斬る。ついた通り名は戦撃の撃墜王。なんて速さだ。でもカウントがマイナス999なんじゃろ。マイナスってことは弱ちいやつなんじゃろうね。あれはですね、女に振られた数。がしない。君のカウントを取り戻し、君と一緒にご飯を食べる。約束だ。